今朝のコメンテーターは国際政治学者慶応義塾大学教授神保健さんです。改めましておはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。岸田さんのね、あの訪韓についてという話がありましたけれども、まあ、政権がね、いよいよ終わりを迎えるというところになると、その振り返りみたいなこともね、いろんなところで、話されますけれども、神保さんもこれ、いろんなところで話されてると思います。そうですね、いくつかのメディアに、岸田外交の総括ということで、点数をつけてくださいって難しいお題をいただいて、はい、まあ、悩んだ末に私は85点という高得点を、与えて、はい、まあ、考えてみるとこの安全保障政策の大転換とロシアのウクライナ侵略への対応、そしてまあロシア、はい、対ロシア政策を大転換させたということと G7 広島サミットの成功で、先ほども話題に出ました日韓関係の改善を含むさまざまなこの同志国連携の強化みたいなことを、はい、まあ、次々とこう成し遂げたっていうことは、これは評価しなきゃいけないと。でただしそのマイナス15っていうのは、はい、まあ、日中関係、中国との関係十分に深まらなかったですねと、競争関係も含めてどう定義するのかっていうのはうまくいったんでしょうかっていうことと、北朝鮮、はい、条件なしに会うと言ったけれども、まあ、実現できませんでした。であと岸田さんのモットーだった核軍縮、はい、これもやはり思ったようには進展しなかったんだろうなということを含めてですね、これ岸田さん自身がどうしようもないことも含めてなんですけれども、課題はあっただろうと。ただし非常に大きな成果を成し遂げたというふうに思いますよね。まあ、法の支配ということをね、岸田さん、まあ、言い続けて、まあ、ある意味こう原則に沿ってで、そこはブレなかったというところはありますか？そうですね。なんか私のこの非常に高い評価をいろいろ言っていたら、はい、ツイッターとかでですね、いや、これはもう、安倍さんが頑張ったものをね、こうやって成果としてもらってるんだみたいな、こう、ことをおっしゃった方が結構いて、うんうん、はい、で、その時に思い出したのが、江戸時代の狂歌、風刺の短歌ってあるじゃないですか。はいはい、この織田信長と秀吉と家康の関係を、織田が月、羽柴が小西、天下持ち、うんうん、座るしままに食うは徳川っていうのがあってですね。ありましたね、はい。で、これをなんかこう当てはめると意外にこう、言えるなというのは、こう、安倍さんがついて、菅さんがこねた天下餅をやっぱり岸田さんは食べたんだみたいな。あ、なるほど。これ結構ね、2年前に産経の峰記者がコラムで、使って、その時にああと思ったんですけれども、でも岸田さんはそのやっぱりこうどしっと食べましたよね、いろんな成果を、はい、で当然この安保法制を含めてですね、厳しい局面は安倍さんが乗り切って、でその基盤を持っていろいろなこの協力の裾野が広がった。それはいわゆるこの技術協力とか、はい、武器輸出に関する問題もそうだし、あと安全保障協力、このあたりをやっぱりしっかりと狙いを定めたって大きかったと思いますね。で確かにその岸田さんのもともとの、ね、宏池会とかそういうことを考えると、その高派色もある餅を食べるか食べないかっていうのは一つ判断だったわけですもんね。そうですね。実はこの宏池会、リベラルな基盤があるからこそ、はい、高派的な目標をよりコンセンサスを作りやすかったっていう効果は、あったと思います。以前も言ったかと思うんですけど、いわゆるこの、いわゆる、ゴルフで言うとですね、はい、スライスを打つという、左側に打ち出してですね、そして右側のフェアウェイをドンと取るみたいな感じですよね。まあ、それによって、右側の人が右側のアジェンダをやれば、左側の反発を招くんですけれども、でもリベラルな方が右側に行くと、もしかするとこれはいけるんじゃないかっていう感覚を持ってですね、まあ、非常にこの自民党内、そして与野党も含めてですね、コンセンサス作りが上手だったなというふうに思いますよね。なるほど。さあ、そんな中で、ではそのマイナス15点の部分の中国との関係、こちらのニュースです。安全保障会議鉱山フォーラム中国北京で開催へ。中国の軍部が主催する多国間の安全保障対話鉱山フォーラムが今月12日に開幕します。これまで90以上の国や国際機関の公式代表団が出席を表明しています。で、日本からは神保さんも出席されると、はい、来週ですね。来週12日から14日まで、はい、あります。これはアジアの代表的な安全保障会議っていうのは、はい、シャングリラダイアログっていうのがシンガポール、まあ、6月にあって、これも私今年も参加したんですけれども、まあ、その
まあ、A 面 B 面で言うとこの、まあ中国は A 面って言うでしょうけれども、その、B 面にあるのがですね、この鉱山フォーラムで、で、これはですね、まあ90カ国以上の国とか国際機関、公式代表団も含めて参加するんですけれども、はい、その主役となるのは、いわゆる権威主義国家とグローバルサウスの国々なんですね。だからこのシャングリラ対話がどちらかというと、まあ、G7、そしてこう西側諸国プラスっていう感じなんですけれども、はい、その全く逆の人たちが集まってアジアの安全保障を語るという極めて刺激的な場なんですね。で、私はもう完全マイノリティで、そこで、米中関係と日本の立場みたいな話をしてくる予定なんですけれども、なるほど。昨年参加した防衛研究所の私の友人は、はい、日本の国家安全保障戦略とかを説明して、もう総攻撃にあったっていう。総攻撃にある。はい。私もすごく楽しみにしてます。はあ、やっぱ君らがそういうこと言うのがアジアを不安定化させてるじゃないか、みたいな。そうですね。はい。やっぱりこの脅威があるから、こちらも、防衛力を抜本的に強化したっていうのを、全く異なる理屈で捉えようとしますから、まあ、ただそういう場に立って、でですね、はい、日本の立場を力強く説明をすると、でそしてもしかするとそうかもしれないなっていうふうな議論を相手の心の中に生み出すっていうことが、やはりこういう場では非常に重要なので、やはり丁寧かつ力強くこう議論していきたいなというふうに思ってますね。アメリカからも国防総省の高官、まあ、中国台湾モンゴル担当の副次官補が行くんだというようなことが報じられております。マイケル・チェイスさんって、はい、中国の戦略にも大変詳しい方で、確か去年も参加してたと思うんですけれども、まあ、今年も参加し、米中のまあ国防当局のいい対話の場になると思いますし、アメリカ政府の元高官、国務省とか国防省にいた方々も、はい、おそらく一研究者という立場で参加をするということだと思うので、なるほど。まあ、なかなか米中今対話が、相当減少している中ではですね、はい、大変重要な対話の、プラットフォームになると思いますね。これね、そうなると、まあ、日本側はなかなか政府高官が行くっていうのは難しいのかもしれないですけれども、でも、まあ、ここに顔出しておくっていうのは重要なんですね。重要だと思います。そこで出会えるいろいろなこのオーガナイザーは、今回中国人民解放軍系の、まあ、財団というかやってるんですけれども、はい、まあ、そこの関係者と会って、で、どういうことが今中国の中で議論されているのか、誰が重要な立場にいるのか、このあたりをやはり雰囲気を知るって大事だと思いますね。なるほど。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは国際政治学者で慶応義塾大学教授の神保健さん。この時間取り上げるニュースはこちらです。自民党総裁選、茂木敏充幹事長が出馬を表明。今月12日に告示される自民党総裁選で、茂木幹事長は昨日東京都内で記者会見を開き、出馬への表明をしました。この度自民党の総裁選に立候補することを決意いたしました。まず私が目指す新しい政権、目標掲げチームを束ね結果を出す、これが私が目指す新政権の姿です。昨日の、ね、出馬会見の模様を一部お聞きいただきました。まあ、この、ね、冒頭発言の中で、さまざま政策についても、まあ、言及があったというところでありますが、まずは、神保さんどうご覧になりますか。はい、総裁選本当にたくさんの方々が、はい、これからもまだ出馬表明をする予定で、まあ、自民党内ということではあるんですけれども、うん、政策論争が展開されること自体は国民にとってとてもいいことだというふうに思うんですね、うん、はい、でこの茂木さんの出馬表明の中で、はい、まあ、私がちょっとこれはと思って
ったのは、うんうん、いわゆるこの増税ゼロということをおっしゃっていて、はい、まあ、ところがその幹事長時代にやはりこの、防衛費これから、うん、まあ、2027年にかけて43兆円を確保していくと、はい、でその中でまあ、いろいろ歳出を見直したりいろいろこの国有地を売却したりですね、うん、やったわけですけれども、それでもやっぱり税体系の組み替えが、まあ、必要だということで、まあ、法人税とタバコ税とですね、そしてその復興増税の、まあ、復興税の一部ですね、はい、でこれをなんとかやっていくということなんですけれども、当然国民の意識としては、うん、防衛力の抜本的強化これは必要だねっていう人が結構多数いるんですけれども、はい、それを増税によって賄うべきだっていう時に意見がバラッと分かれちゃう、うん、つまり人気のない政策であることは間違いないんですけれども、ただ財源がはっきりしないままで25年、はい、26年に入り込んでいくっていうのはもはや不可能な状態になっていくと思います、うん、でおそらく 1,2 年であればですね、もしかすると税収増とかですね、あるいはその歳出の見直しとかでなんとかなるんですけど、はい、実は防衛費増って27年以降も続くわけですよ。でこれ年間1年10兆だったら5年間で50兆、12兆だったら60兆ですよね。でこのまあ、結構 大きな額の防衛費をどういう財源の中で、組み立てていくのかっていうのが、実はこれ日本の抑止力につながる話であるということを考えると、はい、増税をしませんということをやはりこの防衛費に結びつけて政局の材料にはぜひしてほしくないなというふうに私は思ってますね。なるほど。その持続可能性がないのかっていうふうに外から見ると見られちゃうってことですか。そうですね。実際に43兆円を賄うそのための準備というのは、まあ、去年散々議論したわけで、うん、まあ、そのための、まさにこの、グリーンライトを出すかどうかっていうそういうことを、まあ、しばらく先延ばしにしていたわけですよね、うん、でそれをいつやるかっていうのをやはりこの決断することこそが、まあ、大事だというふうに思うんですけれども、何かこれを転換できるかのような、うん、形で言うと、あれじゃあ来年度以降の防衛費どうするんですかっていうことに対する答えがないということになってしまうわけですよね。うん、なので それでちゃんとした確保できないんだったら、まあ、本気でじゃあ7分野の、はい、防衛力の重点項目整備する気あるんでしょうかみたいな、こういうことが問われる事態になりかねないということなので、この防衛費の財源をめぐる問題というのはやはり慎重に議論をしていただきたいなと思ってます。はい、まあ、茂木さん昨日のこの会見の中でおっしゃってたのは、まあ、税収増と、それから、まあ、場合によっては、国債などというようなところなんですかね。そうですね。税収増ももちろん日本の、まあ、経済回復、景気の回復とともに成し遂げていただきたいですし、はい、やはりこの国債についても十分活用するべきだというふうには思いますけれども、うん、先ほども申し上げた通り、これ結構長期的な話なんですね。国債をずっとやるわけにもいかないし、はい、しかも防衛力のその、まあ、利益っていうものを享受するのは国民全体だということを考えると、やはり国民全体がどういうふうにこの防衛力増にコミットするかと、はい、まあ、こういう議論もこそ大事なんじゃないかなと思います。そのやっぱりこう安全保障であるとかを自分事として、まあ、人事ではなく捉えると、その部分ってこういろんな、ね、方策が議論されていて、それこそそのために徴兵制をやるべきじゃないかみたいなことを、まあ、フランスのマクロンさんが言い出したりとか、やっぱそこら辺で各国共通の課題としてあるんですかね。そうですね。特に日本は財政事情はずっと厳しいし、はい、まあ、これから高齢化社会、社会保障、そして岸田さんの言った異次元の、子育てに関する少子化対策、対策ですよね。はい、でこういったことでやはりこのお金を使う先というのはたくさんあることは間違いないわけなんですけれども、ただ日本を取り巻く安全保障環境がこれだけ厳しくて、もし有事が起これば今、うん、言っている話も、まあ、全て吹っ飛んでしまうほどのインパクトがあるということは、その備えに対して、しっかりとこう投資をしていくというのも、これも国民的課題だということだと思います。まあ、そしてこれだけね、様々候補が出てきている中で、まあ、ここのところは、まあ、金融課税だとか経済についてのアジェンダがいろいろ言われてますけれども、どうですか外交において、まあ、周りの国々との関係とか、その辺の議論
ていうのはどうしていくべきですか。まあ、そうですね、岸田さんが国家安全保障戦略に関してはかなりしっかりやってくれたということもあって、はい、それを繰り返しても目立たないと皆さん思ったのかもしれないんですけれども、小林鷹之さんとか高市さんですよね、はい、高市さんもやはりこの保守派でね、はい、あの人気のある方ですけれども、ただ高市さんもやはりこの世界の分断をと、うんうんうん、なんかしっかりとこう橋渡しをしていくっていうような表現を会見で使われていて、私もあっと思ったんですけれども、はい、やはりこの日本の役割は今世界がどんどんこの分裂の要素を深めていて、でグローバルサウスを含める新興国の役割が大事になっていくと、でここに対する外交戦略をどうするんですかっていうことが、なんかこの候補者の中では強く意識されてるなということを応援したい気持ちを持ってですね、聞いていました。やっぱり日本の立場っていうのはその架け橋となるようなところですか。そうですね、アメリカの大統領選で、はい、ちょうど共和党民主党の公領が出ているわけなんですけれども、やはりこのアメリカファースト、アメリカのこの、はい、産業政策に資する、ようなことに還元する世界観っていうのが非常に強く打ち出されている中で、はい、やはりこのグローバルサウスとか世界の分断に対してリーダーシップを発揮していくという観念自体がアメリカの中であまりこう売れる概念ではなくなってきたということだと思うんですね。でそうすると、その分断を埋めるのは誰かっていうところに誰かが名乗りを上げなきゃいけないというところで、はい、この日本の役割っていうのは大きいぞということが、こう意識的なのか無意識なのか、やはりこう多くの候補者の中にも意識されてるんじゃないかなとは思ってますね。その辺のそのグローバルサウスであったりとか、まあ、新興国からの期待みたいなもんって、ジモさん、いろんな国際会議出たりとかされてるじゃないですか。風向きって変わってきてます？いや、すごくあります。まあ、当然その安全保障の問題っていうのは、その前提となりうる話なんですけれども、ただ、まあ、これから開発の問題とか、はい、インフラ投資とか、うん、デジタル経済をどういうふうに、作っていくかというときに、はい、やはりある一定の国だけに依存する経済は作りたくないと思ってるわけですよね。で当然その例えば中国のデジタル社会とか中国の、この輸出する品目とかに完全に依存してしまった時のリスクっていうのは、はい、まあ、新興国の多くが感じていることなので、そこにやはり代替的な魅力的なものを持ってきてくださいというものはすごく感じていますよね。でそこに何か例えばヨーロッパ的ないろんなこの人権とか民主主義が入り込んでくるとすごくやりにくいんですけれども、でも日本はもう少し柔軟でしょうというふうに思ってるわけですね。でそういうこのなんていうんですか、やはり本当に隙間を埋めるような期待値っていうのは日本に対して非常にあると私は思ってます。その辺のすり合わせとか日照り出し方みたいなのはひょっとしたら日本人得意かもしれないですね。そうですよね。だからそういう時には G7 とかクアッドの一員として新興国と付き合うよりは、はい、やはり日本単体として行った方が信頼を勝ち取れるという局面はたくさんあると思います。考えてみたら岸田さんも民主主義ではなくって法の支配ですよっていうふうに柔らかくしたわけですもんね。そうですね。特にこの、インドでの演説を2023年の4月かなにやってるわけなんですけれども、まあ、その時の演説でもやはり法の支配とあと包摂性というのが前面にあるわけですよね。でわずか3ヶ月前には非常に厳しい世界観の下で国家安全保障戦略を作ったんですけれども、はい、それと別個にやはり日本は包摂性を推進する戦略があるんだというのが、まあ、岸田政権の後期で見られた非常に重要なポイントではないかと思います。明日はこの時間おはようニュースネットワークのゾーンは総裁選に名乗りを挙げております林芳正官房長官登場となりますのでぜひお聞きください。以上おはようニュースネットワークでした。では続いて取り上げるニュースこちらです。バイデン大統領、日本製鉄の US スチール買収阻止へ。一部報道によりますと、日本製鉄によるアメリカ鉄鋼大手 US スチールの買収計画についてバイデン大統領が中止命令を出す方向で最終調整に入ったとのことです。日本製鉄による買収計画をめぐっては安全保障上の懸念がないかシフィウス対米外国投資委員会が審査をしていますが、このシフィウスの承認が下りない場合は大統領が中止命令を出すことができますということ。これも政治問題化してますよね。まあ、これいろんな意味ですごくこう興味深い事案で、はい、
まあ、一つはその世界の鉄鋼業界の構図が今どうなってるかっていうと、はい、まあ、中国が今ものすごいウェイトなんですよね。その、生産ランキングでいうとトップ10のうち多分7つぐらいが中国で、で2位にこのルクセンブルクのアルセロールミタルっていうのが入っていて、はい、日本製鉄がその中国があってその4位に入るわけですよね。でずっと下の方に行くと24とか7ぐらいにあの US スティールが、はい、あのいると。で US スティールって名前はあの US スティールなんですけれども、うん、世界的に見るともはやあの中堅企業みたいになって出るわけですよね。はい、でこれをあの買収をすると、その、まあ、合同会社がその世界第3位になるということなので、うん、事業的に言うと非常にメイクセンスというか、あのお互いウィンウィンの関係にあると。でしかもあのいろいろ報道出てますけれども、うん、US スティール単体ではちょっともうもしかすると製鉄所の閉鎖とか、うん、本社の移転とか、まあ、いろいろ、はい、あの経営のリストラをしないといけないような状況にあるので、日本製鉄が入ることによって実は雇用も含めてあの確保できていいじゃないかということになるんですけれども、はい、興味深いことに、まあ、全米のこの労働者団体とか、はい、あとアメリカの大統領選の候補者軒並みこれに反対してるっていう、はい、でバイデン大統領もそれを受けて、まあ、反対ということになっているということで、あの要はそのアメリカの製造業にこの外国企業が、うん、あの入るということが依然として難しく、かつそれが同盟国であったとしてもこうやって拒否されるんだなということで、うん、じゃあアメリカの経済安全保障が進めていた同盟国重視とか、はい、フレンドショアリングとか、まあ、そういう概念っていうのはこういうところには適用されないんですねということも非常にこう教訓としては面白いなと思いました。これ相当内向きになってるってことなんですか、アメリカ全体が。そうですね、あの時期もちょっとあのセンセーショナルな時期っていうか、もう大統領選さなかじゃないですか、はい、でその時にあの日本製鉄って日本スティールって英語名が、はい、あの US スティールを買収するっていう、明らかにこの80年代に、はい、あのニューヨークの不動産を日本の企業が買い漁る的な、あの発想になっちゃうわけですよね。だから日本製鉄もすごいタイミングでこれやってるなというふうに思うんですけれども、はい、ただあの観察してみるとですね、やはりこの経済安全保障とか同志国連携の中にもいろんな緊張感が あって、その中で今のこの、経済秩序の再編っていうのが進んでるんだなっていうことが分かる事例ですよね。これね、あのカマラ・ハリスさんなども演説の中で、まあ、アメリカ人が所有する企業であり続けるべきだと。そうするとこの買収の仕方を変えればなんとかなるってものなんですかね。あ、それはあの日本製鉄あのすごくあれですよね、あの配慮して、例えば取締役会 の、うん、あの半分ぐらいを外国人にしたりとか、はい、あと元トランプ政権の国務長官だったマイク・ポンペオとかを、まあ、顧問に招いたりして。でも彼なんか大丈夫なんですかね、大統領選後 あの、うん、なんかいわゆる利益相反的なことが起こらないかって勝手に僕心配しているんですけれども。なるほど。ただそれも含めてですね、はい、我々はこのアメリカの利益のためにもなることをやっててるんだっていうことを一生懸命相手にアピールしていたわけですよね。でそれがだからどっか あのハゲタカみたいな形で来て売り飛ばすとかですね、はい、あの経営を変えるとか雇用をレイオフするとかそういうことではないんですってことを日本製鉄は一生懸命アメリカにあのメッセージを出してるんですけれども、それでもこのメッセージは届かなかったという状態だと思います。これ仮に大統領選の前後じゃなかったら スパッといったもんなんですかね。いや、そのスパッといったかどうか微妙ですよね。あのやはりこのアメリカ、まあ、TikTok の問題もそうですし、はい、あとシフィウスって先ほど出てきましたけれども、アメリカの全体のこの対内投資っていうアメリカに対する投資を審査する組織が今ものすごい強化されているわけですよね。で特にこのアメリカ人の情報が絡む領域とか、はい、あとアメリカ人のこの雇用が絡む領域についてのこの審査というものがものすごい厳しくなっていて、でそれは同盟国も例外ではないということだと思いますので、まあ、今回センセーショナルなあの政治問題という形になってますけれども、はい、じゃあ静かな時にこれがあったとしても通るかどうかっていうのはちょっと微妙な話だなとは思いますね。
まあね、これ日本としてはもう技術も供与する形でむしろ強化をするんだということだったわけですけど、はい、これが頓挫してしまうということになると、まあ、アメリカとの経済的な協力関係とかっていうのもちょっと考え直さなきゃいけないんですか？そうですね、アメリカの考え方としては、うん、その日本企業がアメリカ国内に例えば工場等を誘致してですね、まあ、そこで生産をしてアメリカ経済に寄与するというのはこう大歓迎だということだと思うんですけれども、はい、まあ、その際にアメリカのこの伝統的な産業が、まあ、経営形態が変化してしまうということに対して、まあ、相当ピリピリしていると。で、特にこの鉄鋼はおそらくこの製造業の中でもアメリカ人のこの金銭に触れる部分っていうのはあって、カーネギーの時代とかそういう、そういうのが絡んでるのかなと。さあ、今週日本放送は防災ウィークをお送りしております。で、この番組でもね、このスクープアップのゾーンで火水木とお送りするわけでありますが、先日発生しました台風10号大雨の被害がね、大きかったわけであります。それだけでなくってもゲリラ豪雨が毎日のように来るということで、もう日常的な危険ともなっているこの大雨であるとか水害、この家庭へのリスクと対策について中でも、今日は電気に注目をいたしました。お話を伺ったのは自然災害災害に関する記事や被災しても成長できる危機管理攻めの5アプローチなどの著書をお持ちの危機管理と防災の専門メディアリスク対策 .com の編集長中澤浩介さんです。自宅の周りが豪雨水害で浸水した場合の電気の危険性、そしてその対応についてお聞きしました。お聞きください。さあ、今朝は危機管理と防災の専門メディアリスク対策 .com の編集長、中澤浩介さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。中澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回ですね、豪雨災害だとか水害とこういうことが一つのテーマなんですけれども、はい、その中で例えば浸水だとかっていうもの、そのリスクっていうものはどういうものがあると考えられますか？浸水で家電関係で言うとですね、まあ多くの場合、住宅っていうのは漏電ブレーカーってついてますので、仮に漏電とかしてれば電気は自動的にブレーカーが落ちて、はい、電気が通ってない状況になります。ただし、水が引いて再び通電をする、まあブレーカーを戻したりするとですね、電気が急に戻ると、はい、水害の時に流れてた家電が倒れてて、そこに電気が通って火事が起きてしまう。これ通電火災っていうような言い方しますし、あるいはまだ濡れてるのにブレーカーを戻そうとして電気が通ると、今度はここで感電すると、故障してるようなものがあればですね、漏電してる家電から電気が体を伝わって感電してしまう。まあそういうことも起こり得るということで、まあ、これもまた様々なリスクというものが潜んでいるというふうに思っていいかと思います。そのまあ家庭用のね、電源だとか浸水対策、これ、その後っていうのはどうしたらいいですか？どういうところ気をつけたらいいですか？まあ基本的には、はい、濡れないようにするっていうのが一番もちろんいいんですね。ですので、避難するときには、まあ、ブレーカーも落としてもらって、うん、で、電気もコンセントから抜いて、できれば2階とか、浸水をなるべく免れる場所に移してから、うん、早めに避難をしていただくっていうのがいいんですが、うん、濡れてしまった場合はですね、はい、これもう素人復旧はあんまりしないことを私はお勧めいたします。素人復旧。はい。これもう、にわか知識で、もう電気入れて大丈夫だろう、みたいな形で、はい、まあ仮にもうそこでやっぱり漏電とかしてると感電する恐れもありますし、はい、思わぬ形で火災の元になってしまう可能性もありますので、まあ、水に浸かってしまったら、まあ一度専門業者に見てもらうか、まあ、状況を見て見極めるという形になるかと思いますね。で、これね、今電気で持って動いてるものっていうのはいっぱいありますけど、まあ、例えば電動自転車の充電池とか、ああいうものもこれ浸水しちゃったらもう使えなくなると思った方がいいですか？もちろん電動自転車ってのは、ものすごく安全対策って、風水害にも耐えられるようには作っておりますけど、水の浸水するってことは想定されてないので、バッテリーボックスに水が入ってしまうと、はい、注意書きでも書いてあるかと思いますけども、はい、その後はもう使わないで、一応業者の方に出してくださいということ書かれていると思いますので。お、
あとは、まあね、特に一軒家にお住まいの方なんか心配するのはエアコンの室外機だとか、そういう外に出してあるものっていうのが水に浸かっちゃった場合っていうのはどうしたらいいですかね。そうですね、あの室外機も普段から雨に当たっているので、すぐにどのくらい壊れるかってことは、まあ、状況によって異なると言われておりますけども、可能ならやはりコンセントは抜いておいていただくってのと、室外機なんかはですね、はい、浸水になっても専門の業者が直すときれいに直るケースも多く報告されております。やはりそれはですね、洗浄の方法とかですね、はい、真水に近いようなものできれいに洗って乾かしてから電気を通すと戻ったりするんですけども、まず専門知識をお持ちの方にご相談いただくか、業者の方に、まあ、復旧の方をお願いするっていうのがいいんじゃないかなと思います。私マンションに住んでまして、かつてその豪雨災害の時に非常用の電源ですかね、発電機が地下にあってとかっていうのが、やっぱり地震対策として、非常用発電機を地下に置いているケースってのは、まあ、マンションに限らず企業なんかでも多いんですけども、はい、水害を想定してなくて、これへの対処法っていうのは浸水防止扉とかですね、はい、もうその地下空間を絶対に水が入らないようにする、今さまざまな工法というものがシャッター業者さんとか扉業者さんとか、そういうところにご相談の上、かなり大掛かりな工事になりますけどね。なるほど。あとはもうこのところのそうゲリラ豪雨を見てると、ものすごい勢いで雷が落ちますよね。雷はね、すごいですよね。あれって家電だとかいろんなものへの影響ってのはあるんですか。住宅には基本的には漏電ブレーカーってついてますの で、ブレーカーが落ちてくれればまだいいんですけども、やっぱり電気が通してしまうようなケースってのがあります。例えばアースってよく家電製品から地面に入れてますよね、はい、雷のサージっていうものすごく大きな電動が地面を伝わってきて、アースを伝わって家電の方に戻ってしまって家電が壊れてしまうとかですね、あるいは電話回線とか、はい、送電線に雷が落ちて、その電気がいきなり住宅の中にバッと入ってきて、まあ、コンセントにつながってる家電が壊れてしまうっていうケースは多く報告されております、ね、へー、一番安全なのはコンセントから外しておくっていうことだと思いますし、今そういう雷サージ対策用の電源ってのもちゃんと販売されておりまして、おー、でもね、本当に大事なパソコンだとそういうもんで守っとかないととかになるんですね。そうするとね、そうですね、ただパソコンなんかはですね、やっぱり外してしまった方が、まあ、ある程度バッテリーで持ちますので。確かにそうですね。私が雷鳴ってきた時には雷はもうノートパソコンなので一応電源は外して、そうですか、するようにはしてますけど、はい。でもそういうのはあれですね、知ってるか知らないかで対策の仕方っていうのはだいぶ変わりますね。まあ、ね、これ被害を受けてから後に戻ることはできないので、はい、やっぱり事前に対策しとくっていうのが何より大切になるんじゃないかなとは思いますね。中澤浩介さん、リスク対策 .com 編集長のお話を聞きいただきました。中で出てきた雷サージっていうのは、落雷の時に一時的に発生する過剰な電圧や電流のことだということで、でこれがアースを伝って逆流してきたりだとか、あるいは送電線に落ちた場合にそこから、大電流がコンセントを伝ってやってくるということ、まあいろんなこと考えなきゃいけないですね。まあ、なんか最近やはり水害と、あと長時間の停電に関する対策って本当に必要だなって感じることが多くなって、はい、結構ポータブル電源とか蓄電池を買われる方って増えましたよね。でキャンプとかにも多分使えるものだと思うんですけれども、災害対策用にも持っていて、例えばソーラーパネル式とかだと、いざという時にも使えるみたいなので、充電もできると、結構増えてきたなって気がしますね。しまい込むんじゃなくて、そうやってこう日常でも使いながら非常時も持っていくことができるとか、そういうようなこう、まあ、デュアルユースっていうんですかね、いろんな使い方でやるっていうのが最近出てきてますね。そうですよね、蓄電池だけだといざという時に取り出した時にあれ、はい、中身があんまりとか
ということ、はい、うん、まあ、いろいろ、ね、緊急用の食料もそうなんですけれども、いざという時に使えるっていう備えが大事かなと思いますね。参考になさっていただければと思います。本当雷の被害っていうのもね、合計で70万円ぐらいに及んだ人もいたりなんかするらしいと、こういうこともありました。今朝この時間は危機管理と防災の専門メディアリスク対策 .com 編集長中澤浩介さんに伺った模様をお届けいたしました。このコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます。番組ホームページご覧ください。